皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。海外におけるダニアレルギー問題はどのようになっておりますでしょうか。先進国ではいずれの国でもダニアレルギーが問題になっています。また開発途上国でも都市部ではダニアレルギーが問題になってきています。しかし寄生虫感染の多い地域では何もが発生していません。しかしそのような地域の人々でも寄生虫を駆除しますとダニによるアレルギー反応が陽性になります。寄生虫感染がアレルギー反応を抑制していることが証明されています。なお先進国ではアレルギー疾患の増加に伴い刺激性大腸炎など自己免疫疾患も増加しています。寄生虫の成分が自己免疫疾患を抑制するということが示されてきています。